モノゴンはカタッチが開発した STL 修正ソフトウェアである。無料の体験版もあるが、修正後のデータの保存に非対応。1日ライセンスも存在する。3D ガンの会員企業であったカタッチが、同会の支援の下で開発を行い、2010年10月1日に発売を開始した。AB 株式会社カタッチカタッチここから始める。 3D プリンターモデリング基礎知識インプレス2013年10月22日その STL ちゃんと 3D プリントできるネットハブによる簡単な STL 修正イティメディア2014年3月31日一般社団法人 3D データを活用する会 3D ガンダ一社員総会資料 3D ガン2011年カタッチ STL データの不具合を修正するソフトを発売に KBP2010 年9月29日カタッチ STL 修正ツールモノゴンを発売プドウェブ2010年9月28日進化した可動美少女フィギュア SH フィギュアーツ星宮いちごから特集ダッシュ CGWORLT.JP ボーンデジタル2016年5月26日ありがとうございます